さあ攻守方向入れ替わりまして、これより後半第2クォーターが始まります。エールズ相手陣42ヤードからセカンドダウン5で試合再開です。第2クォーター、さあ再びランニング枠34番に託しました。好調のランプリによりリードフォーテールズ第2枠34番ヤギ選手、これは翔英もディフェンスの集まり力ゲインは2ヤードにとどめています。ベースライン88番丸口良生選手がタックル、1ヤードほどのゲインで止めております。リードフォーテールズサードダウン、エールズ相手陣40ヤードからサードダウン3、3回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離3ヤードを狙うか、あるいはエンドゾーンを狙うか。さあ、ラッシュが入った、キューリーさん、ここでクォーターバック4番、パスを投じようと左に流れましたが、これを予測してか。クォーターバック4番、ノブヒロ選手、翔英96番が猛追しました。キュービーさん10ヤード以上のロスオーバー形に成功しました。ユースケ選手はキュービーさん、素晴らしい勢いでクォーターバック策を決めましたのは翔英、96番の松田。ダウンは進み、フォースダウン、エルズフォースダウンロングでパントフォーメーションとなります。リターナーボールを触れている、なんとか自ら抑えましたが、しかし大きく交代する形で攻守交代になります。サンタ11番井原マナム選手、ボールを蹴り大きく陣地を挽回、攻撃権はブルーノイのホーム。ここでパントをしました、エールズ11番、素晴らしいパントでリターナーの予測を狂わせるパントを蹴りました。結果的に大きく陣地を挽回する形で翔英に攻撃権譲渡です。翔英自陣10ヤードからの攻撃となりました。翔英ブレザーズファーストダウン10。さあまずはランプレーから展開しようとしました。クォーターバック3番自らキープしようとしましたが、これはエールズもディフェンス対応しまして2ヤードに留めています。1番足立光輝選手がタックル、3ヤードのゲインで止めております。ゲインは約3ヤードでした。クォーターバック3番は後藤、セカンドダウン翔英、セカンドダウン7、ボールオン自陣13ヤード。今度はランニングバックに託しましたが、しかしこれはエールズのディフェンスが殺到します。ソウエブレザーズランニングバック28番佐藤カーブ選手、ボールを左を上へ突きましたが、しかしこれを予測しているでしょう。ほとんどゲインなくサードダウン、後ろニアのロスという形でサードダウンに変えています。後ろへ下げております。ニアードのロス、ソウエブレザーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り9ヤード、サードダウン9。さあ9ヤードどのようにして突破なるでしょうか。中央のランプレーを選択しました。しかしこれはエールズ対応しています。選手ボールを持ち中央付近を突きましたが、フォースダウンとなりました。リードエフォーテールズラインバッター21番小山ひろき選手がタックル、タックルしましたのはエールズの21番の小山でした。翔英ブレザーズフォースダウン、翔英フォースダウンとなります。ファーストダウン獲得まで残り8ヤード、
ヘールズリターンに入ります。難しい番号、しかし2ターン17番見事リターンしまして、相手陣40ヤード付近からの攻撃を得ます。陣地を挽回、リードホテールズリターナー17番丸山です。3ヤードほどリターン。下谷さんはメッセージありがとうございます。ホワイトのユニフォーム、雨対策、確かにこの部分の是非という部分は問われると思いますが、正確には社会人の場合は練習時間に限りがあります。雨対策というよりも新しく入れ替わります人員、そして移動等によりましてチームそのものが再編成となる毎年の状況、それがまだ煮詰まらない今の状況ということがむしろ重要になってくると思います。さあエールズファーストダウンの攻撃、まずランプレーから入った、これが抜ける、ナイスラン、ファーストダウン、リードナイトバック34番アンドを託されまして、左オフタックル突破、一気に切り上がりまして攻撃権更新です。22ヤードほど走りエールズファーストダウン、リードフォーテールズ敵陣に18ヤード付近から、好調なランプレーを展開しております。この点におきましては昨年と同じコンビネーションを組めているエールズ、クォーターバック延博、そして八木のコミュニケーションが2年にまたがって非常に精度が上がっている点、過去の実績以上の成果がここで出ている可能性もあります。このパスは成功、パスインコンプリート、クォーターバック4番外に展開したワイドレシーバー5番にパスを投じましたが、わずかにこのパスコントロールが合わず、パス不成功となっています。リードエフォートエルズセカンドダウン10。アメリカンフットボールは攻撃チーム開始点より後方より1回だけ前にパスができます。この権利を使った攻撃で相手の集中する力を削ぐことができるのですが、パス失敗ですと元の地点に戻され攻撃回数1つ失います。従いましてリードエフォートセカンドダウン10、2回目の攻撃、残り距離10ヤードに挑みます。さあ今度はランニングバック34番の総力に託した、ハンドオフから右オープンへ展開、外の隙間のところを進みましたが、しかしこれは勝負も許さない、ゲインはほとんどなくサードダウンに変えます。ゲインはありません、ノーゲイン。タックルしたのは翔英ブレザーズレースワーク31番山根。さあここへ来て翔英もこの乱行為に対応できる状況になってきたでしょうか。リードエフォーテールズサードダウン、翔英失礼、エールズ相手陣18ヤードからサードダウン10。さあプレッシャー来るが、パスを投げ捨てました、パス不成功です。パスインコンプリート、パスは不成功、ここはパスプレーで突破を図らんとしましたが、それは翔英も宣告承知と素晴らしいラッシュをかけます。これによりクォーターバック4番やむなくパスを投げ捨ててプレーを終わらせる形にしました。チームタイムアウト、リードエフォートエールズ、ここでエールズ前半2回目のタイムアウトを使います。前半2回目です。ここでリードエフォートエールズ前半2回目のチームタイムアウト。チャットメッセージありがとうございます。カロー様エールズのメッセージありがとうございます。チームの皆さんに届いていることが望まれるところではあります。同じく小芋様もエールズの、応援メール、メッセージありがとうございます。あ、神奈川へ引っ越されたんですね。そういう意味ではこちらの方に来ることがなかなか叶わなくなるかもしれません。せめてこの配信でウェールズの勇姿をご堪能いただければ嬉しく思います。また彼らへの声援をこれからもお願いしたいと思います。さあエールズはここを勝負どころと見たでしょうか。あえて前半2回目のタイムアウトを使いました。ボールオンは相手陣18ヤードの位置にあります。エールズフォースダウン点で、さあどのようなプレーを選択するでしょうか。リードエフォートエールズフォースダウン、プレーを選択します。フォースダウンで10ヤード突破を狙います。フォースダウンギャンブル、この1回の攻撃で攻撃権更新になるでしょうか。
さあエンドゾーンへのパスはパスインコンプリート、パスは不成功、パス不成功、交代。ここでエンドゾーンに飛び込んだワイドレシーバー17番にパスを投じました。パスカバーしていたのはショーエブレザーズ、相手ディフェンスを競り合いながら競り合いながらのキャッチを託しましたが、しかしこのパス不成功、4回目のパス失敗ですので攻守交代となります。ショーエー、このエールズの攻撃を見事しのぎました。自陣18ヤード付近からパスアンテン、窮地を出したショーエーブレザーズ、自陣18ヤードからの攻撃に入ります。ショーエーファーストアンテン、パス不成功、パスインコンプリート、ここで収めるロングパスを投じました。クォーターバック3番、ターゲットは22番でした。ロングパスを投じましたが惜しくも不成功、ダイビングキャッチになるかと思われましたが、しかしこれはキャッチにならずパス不成功となりました。攻撃回数1つ失ってセカンドダウンに変わります。しかし素晴らしいパスでした。ショーエー自陣18ヤードからセカンドダウン点、ショーエーファースター、ここでクォーターバック3番、先ほどのパスの余韻の中から余韻残る中、その裏をかくようにスクラム、相手のディフェンスの裏をかいて左オープン展開し攻撃権更新です。ショーエーブレザーズファースター、ファースターを獲得。ショーエーブレザーズ自陣29ヤード付近からファースター点、ここでコーナー入り混ぜ織り交ぜた素晴らしい攻撃を展開しました。ボールオン自陣29ヤードからショーエーファーストダウン点、今度は中央へのランプレーです。ランニーバックに託しまして、さらに中央戦で成功を図ろうとします。ランニーバック28番佐藤和樹選手、中央ランプレー、ランニーバック28番タックル受けながら約3ヤードのゲインとしています。ゲインは4ヤード、タックルしたのはリードエフォーテールズ、ランニーバックは56番森川健選手、キャリア28番は佐藤。セカンドダウン、長英セカンドダウン6、ボールオンは自陣38ヤード。さあ再びランプレーだが、今度はエールズ対応します。ランニングバック28番佐藤和樹選手、再び中央突破破壊としましたが、原因2ヤードに届けました。リードフォートエールズディフェンスの集まりが良く、しかし2ヤードほどの原因で止めております。この佐藤の走りに突破口を見出そうとしているようです。チームタイムアウト、ショーエーブレイザーズ。ここでショーエーが前半1回目のタイムアウトを取りました。ショーエーブレザーズ前半1回目のチームタイムアウト、自陣のまだ深い位置にある状況でありますが、ショーエーここをなんとかイカさんと、ここで作戦タイムアウトを取ります。深田様チャットメッセージありがとうございます。エールズ41番の選手ですね、41番小川選手、ラインバッカー、ディフェンスの選手として本日も出ているかと思われますが、彼の活躍にぜひご注目と、そして声援とメッセージをお願いいたします。さあ、ショーエーの前半1回目のタイムアウト、まもなく解けます。ショーエー自陣35ヤードからサードダウン4の状況、果たしてどのようなプレーを組んだでしょうか。ショーエーブレザーズサードダウン、これはエールズナイスディフェンス。ショーエーブレザーズ
翔英、ここでクォーターバック3番のキーププレーで突破を図りました。しかしこれをエルズ9番見事対応しまして、このプレーノーゲインで阻止しています。9番梅本達也選手のタックル、1ヤードゲイン、失礼しました、1ヤード後ろへ下げております。クォーターバック3番は後藤、それを仕留めたエルズの9番は梅本でした。ファーストダウン獲得まで残り4ヤード、前半終了まで残り時間2分を切っております。エルズ姿勢、翔英フォースダウン4、パンクフォーメーションを選択します。これをエールズはフェアキャッチ、リターンせずここでボールを確保する形でこのプレーを終わらせました。の攻撃関東エールズの攻撃に変わります。リードエフォーテールズリターナー18番加本健太郎選手、フェアキャッチ、攻撃権はホワイトのユニフォーム、リードエフォーテールズ自陣46ヤード近からファーストダウン10。前半残り時間1分31秒となりました。この時間内にエルズ得点上げることできるでしょうか。自陣46ヤードからリードフォートエルズファーストダウン10。ここでホイッスル、ファールマーカー、反則だった模様、反則が発生しています。審判団より黄色いファールマーカーが投じられております。フォルススタート、リードエフォートエルズ78番、5ヤードのペナルティでファーストダウンを繰り返します。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。リードエフォートエルズにフォルススタートの反則、オフェンスチームそろってスタートしなければいけません。タイミングがずれたことにより反則となりまして、5ヤード抜退しファーストダウンを繰り返す形になります。リードエフォートエルズ5ヤード下がってファーストダウンをやり直します。自陣41ヤードからファーストダウン15、ランニーバック34番に託しました。左オープンを使いましたが、ゲインは約2ヤードにとどまっています。ボールを持ち左オープンを展開しましたが、ショーエブレザーズ、時計は回り続けます。結果的に残り時間は一刻と今減っている状況になっています。2ヤードほどの原因で止めております。逆にバイパスが失敗した場合、ボールを持った選手、ボールを持った選手が外で出た際は時計が止まります。この時間の使い方もアメリカンフットボールの妙技となります。エールズセカンドダウン13、これは翔英ナイスディフェンス。エールズここでスクリーンパス、ブロック長いパスを投じる、ランニングバックに短いパスを通してキャッチアンドランをするという選択をしようとしましたが、これを翔英素晴らしい対応をしまして、ゲイン1ヤードにとどめています。2ヤードほどのゲインゲインで止めております。エールズサードアンド12、まもなく前半残り時間10秒を切ります。ダンプレーによる突破を狙いました。しかしこのダウンは阻止されております。ランニングバック34番ヤギ選手のプレー。ここで前半が終了という形になりました。ここで前半終了。ショーエブレイザーズ対リードエフォートエールズ前半終了いたしまして、ショーエブレイザーズ0点、リードエフォートエールズ2点、リードエフォートエールズがリードしております。翔英ブレザーズ0点、リードエフォートエールズ2点、その差2点で前半戦終了となりました。